こんにちは噂の歴史フェイクニュースの時間です本日のニュースですよさのあきこによって脳ウハインターフェースと VR 映像紙の驚愕の発見がなされました近年の調査によりよさのあきこが実は現代の最新技術を駆使していたという驚くべき発見がありました大阪の急遽で最新の脳ウハインターフェース技術と告示した装置の残骸が見つかったのです研究者たちは これが現代のノウハウインターフェースと同様の機能を持つものであり、よさのあき子がこれを用いて死を創作していたと主張しています。この発見により、彼女の死がどのようにしてあれほど豊かな表現と深い感情を持つものになったのかについて、新たな視点が提供されることとなりました。さらに、あき子の原稿の中には、バーチャルリアリティ、VR、技術を使ったと思われる映像史の痕跡が認められました。 最新のデジタル解析技術を用いた研究によると、これらの映像紙は現代の VR 技術でしか再現できないほどのリアリズムを持っていることが明らかになったのです。研究者の山田良子氏は、これらの技術がどのようにして与謝野晶子の時代に存在していたのか、まだ完全には解明されていませんが、これが日本文学史における最大の謎解きの一つになることは間違いありません、と述べています。この発見により よさのあき子が単なる天才的な詩人ではなく高度なテクノロジーを駆使していたことは示唆されています大阪の与謝野明子記念館はこれらの発見を記念して未来の技術と与謝野明子の時代展を開催し一般の来場者も実際にこれらの古代ノハ波インターフェース装置を体験することができるということですこの新しい視点は我々の文学史認識に革命をもたらすかもしれません よさのあき子が未来の技術を駆使していたという事実は、彼女の死が持つ深い感情と複雑さの秘密を解き明かす手がかりとなるでしょう。このニュースは AI で自動生成されています。以上、本日の歴史フェイクニュースでした。